けど社会面のことは私にしてくださるというと言ってましたけども、ここにお名前もですね、分かってない方もお越しくださいました。真鍋恵子少佐、そして最初の方では白石さんと山根さんもお手伝いくださいましたし、昨日は真島さんですね、いろんな方の協力によってですね、今年も社会の例を、やることができるようにしています。昨日は、本当多くの奉仕者、特にバンド関係の方々がですね、奉仕くださった。これはニューヨークスターバンドがコンサートがあるということで、いろんなこういい意味でですね、旧世紀のことを知っていただいて、また協力いただいたわけでありま す、また、神様の本当に豊かなお祈りを感謝するわけでございます。今年の、標語ですね、一番この後新しく標語を取り替えますけれども、こちらが書いてあることと今日の御言葉は同じです。私たちのうちに働く、道からによって私たちが求めたり思ったりすること全てをはるかに超えて、叶えることのできるお方にということです。これがエフェソの信徒の手紙の3章21節。この御言葉を、21節ですね、この御言葉をずっと掲げて、今年は神にはできるというですね、この標語で、歩みきたわけであります。本当に1年経つのが早いなと思います。まじましょう、僕はどうなんですか、1年経つのは遅いですか早いですか。長いです。長い、ああ、羨ましいですね私もそうなりたいと思うんですけども、本当にですね、早い1年だと思います。今年の日本語流行語大賞じゃあもう一度翔吾君、今年の日本語の 流行語大賞って知ってますか。知ってる人、2つありましたね。はい、忖度っていうのと、インスタ映え。インスタ映え。意味わかりますか、忖度。忖度っていうのはですね、辞書で調べたら、他人の気持ちを推し量るという意味で、もともとはですね、いい意味で使われていたんですよね。ところが、森友学園とか家計なんとかですね、どうもその裏で相手の気持ちを思い計らんばかりに便宜を図ってあげた、でもちょっと悪い意味でこうね使われているようでありますけど、もともとはですね、何ですか、日本人のそういう何ですか、相手の気持ちを推し量るっていう、そういう司令官がね、ケネス・メイナー大佐が日本に来て、一番その今悩んでいることは日本人の気持ちがわからないじゃないですか。アメリカはイエスはイエス、ノーはノーなんだけど、でも日本はそれ以外にあるんですよね。いや、忖度あるんですよそれをうまく押し量ってこう人間関係とか仕事でもこうやっていくの。だからそうですね、ですから東洋西洋の方とかアメリカの方にちょっと、でインスタ映えですけども、これもね、私よく最初分かんなかったですよ。でちょっと調べたらですね、インスタ映えは日本で発見された新種の蠅であるでもね、インスタ映えっていう蠅がいるんだそうですよ。うん、いや、おかしいと思ったら、そうじゃなくてね、スマホとかね、この撮って、でそれを SNS とかこう載せてですね、いい写真が撮る、まあそういうんです。ですから
昨日の社会鍋の様子も実は横山さんが早速私に招待状昨日はこうでしたってですね社会鍋の様子を写真をですねこうなんか社会鍋に位置が今まではその高島屋を背に向けてたんですけども人数があまりに多いせいかなんか 反対側に移ってこう移動してこうねやってたようですね。まあですが今の時代ですねスマホとかあるいはフェイスブックとかでもう一気に拡散しちゃうんですよね。だからニューヨークスタンプアンドですねもうかなりもう拡散してですね。それでまあチケットのことも話出ましたけれどもえっとですね旧西軍関係で今まあ チケットが売れてるあれ予約とかねこれから買う400席ぐらい実は売れてるんですよね。それでシンフォニーホール側で200席売れてる211この前にあるそして玉の花石鹸の社長高会長がですね200名買ってくれたで神戸になんか会社っていうか製造なんか三好石鹸のよくわかんないです。 その人たちをですね、いや買ってもらっただけで困るんでね、来ていただかないと困るんで、もう従業員の方にこう中心に配るんでしょうかね。そうすると800席、まあ、でね、今日前田学長いないから私言ってるんですけどね、前田学長早いとか、ですから今日のメッセージは伝えないようにしてくださいね。前田学長とにかく、<笑> チケット販売みんなに今ブレンブレンってやってるんですよ。だからもうプレッシャーかかっちゃってるんですよ。だからもうまあ元々はねそのまあいいんですけどね。で私たちはですね、まあこれもメッセージの後で話すんですけども、これからですね私たちがしていくことはチケット販売もそうなんですけど、それ以上に祈りなんですよね。 ですから私は来年からはですね、この性別会の後に祈りの時を持とうと思っているんです。いわゆるそれがないと、ただコンサートをして、チケットを売れてお客さんが来ただけでは救世軍がやる意味がないんです。私たちがコンサートを行うのはそれは 一人でも多くのことに救世軍のことを知っていただき、社会内部のことを知っていただき、ひいては神様イエス様に出会っていただく、それが最終目的。そこに至るには私たちはですね祈りなんです。それで年明けたらですね、この性別会の後にニューヨークスタッフバンドのコンサート、そして次の連合集会、ここでも連合集会するんです。で元々はですね司令官が来た時にこの会館を見たら、 ここでできるって言ったんです。いや私はもうこんな狭いところでそんなニューヨークスタッフバンドをね招いてそんな恐れ多いことです。いやアメリカもそんなに大きな招待あるわけじゃなくて本当に20人30人の招待がいくつもそういうところにニューヨークスタッフバンドがいった時に一番恵まれるのがメンバーたちだったんです。そういうところで戦友一人一人と触れて 皆を賛美する。それがニューヨークスタッフバンドなんだ、なんならばみんな兵士なんだからと。それで大阪にじゃあお願いしますっていうことになる。だからもともと私の中にはその C54とそんな1704席とかですね、あるいはそうじゃなくて、もうここで本当に音楽を聴いてるだけ、私たちの道を賛美する。そこで救世軍がこの 今129の国と地域でその働いている救世軍は日本だけじゃない、ニューヨークでも私たちと同じ中国はですね世界中で演奏されている、それを共有する。それがなければですねニューヨークスタッフバンドを大阪に招く意味っていうのはないんです。だからそれに私たちはですね至るためにはやっぱり 同じ思い、同じ心です。それでこの向かっていく。そのためには本当に祈って迎えなきゃならない。だから今までですね、やっぱりちょっと祈りが不足してたな。あまりにもですね、ちょっと、まあそこに総長はこんな大きいですね、シンフォニーホールの座席表、
まあ、そこをですね、まあ、祈ってこう人をこう埋めていくんですけれども、それも大事ですけれども、それ以上に私たちはですね、この信仰をですね、そこで求めていかないといけない。そこで神様と触れていく。イエス様に出会っていく。そういう人が一人でも与えられることが私たちの最終的な願いであり求めてなければ、そのために祈らなければですね、で、本当に資金もそれこそですね、その献金捧げられて、ニューヨークスタッフバンド、ニューヨークスタッフバンドっていうよりもその、東部軍国でしょうかね、そこがですね、もう600万ぐらいですね、このお金をその日本ツアーのために献金してるんですよね。ですからアメリカでも祈ってるんです、この日本のこのニューヨークスターバンドのためにね、ですから そういうこのことで本当に年明けたら行きたいというふうに思ってます。で、今日までは神にはできるという標語ですのでね来年明日からイエス、全ての名に勝る、あらゆる名に勝るな、今日神にはできる、ですからそういう意味では本当に神にはできる、神にできないことは何一つないという、私たちはですね、この標語を与えられたわけで、あります。で、今年の標語は実はエフェソの信徒への手紙の3章の、14節からこの流れの中で20節に至っている標語なんですね。で、この14節にはこれはタイトルはキリストの愛を知るっていうふうに書いてあるんですが、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。だから祈りなんですよ。パウルが獄中でひざまずいて神に祈る姿をですね、私たち思い浮かべなければならないんです。獄中ですよ、これ獄中書簡ですからね、自由じゃないんです。行きたいところに行けない、チケットを売ろうと思っても売ることもできない。パウロが唯一獄中の中でできたことは祈りなんですよ。私は御父の前にひざまずいて祈りますという時には、本当にですね、その狭い4畳か4畳半ぐらいの獄中の中でパウロがですね、冷たい冷え切ったこのコンクリートか土間か分かんないけども、その上でですね、ひざまずいて本当に祈っているのであります。それは宗教者としての神聖な姿であります。で、そのパウロの祈りの聞き手はまさに天の父なる神様であります。パウロはですね、小さいその獄中の窓から見える外だけですね、本当にですね、そこに、それも先ほど流しまったように、そこに空を見、宇宙を見、夜空を見、太陽の輝きを見るときに天地万物宇宙を創造したも御父から天と父にある全ての家族がその名を与えられています。天地万物宇宙を作られた神に祈る、それはですね、限られた4畳半の狭いスペースから見れば広大無限に広がる宇宙なんです。そこに向かってパウロが祈っていくのであります。これが祈りです。私たちの祈りはですね、制限がないんです。私たちの置かれている環境は限りがありますけども、祈りは無限です。宇宙を貫くんです。宇宙の彼方に届くんです。祈りです。パウロが祈った祈り、どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めてください。パウロの信仰ですね、これはね、内なる人を強めてくださるように。私たちは外なる人と内なる人によって創造されているんです。外なる人っていうのはこの肉の体です。
この肉の体が強められることも大事です。健康であることも大事です。私はちょうど去年の今頃ですね、糖尿病と診断されて即入院って言われたんです。ちょうど社会の目やったんです。社会の目の時横山さんが一緒に立っててね、私はですね、とにかく喉が渇いてしょうがなかった。だからペットボトル片手に社会の目やってラッパ吹いてやったり、 正体女性はおかしいって言うんですよ。もうすぐ病院に行ってくださいね。<笑>社会の目で疲れるや、腸を相談みたいな。だから近くの内科に行ったんです。内科に行ったら、あ、それじゃあちょっと血液検査しましょう。血液検査した。また呼ばれて、太田さん、血糖値ですね、355って言われました。ヘモグロビン A1C9.8。 即入院と。それで、その前に検査してください。MRI ね。あと、ガフ、なんか、眼科に行ってください。それで、うちでは処置できませんと。<笑>専門病院紹介します。そっち行ってください。<笑>ちょうど去年の今頃ですよ。もう真っ青です。私ね、これでもう、昇天かなと思ってね。もう、遺言書こうかと思って、ちょっと待って、早いなと思って、ね、<笑>我慢して。 <笑>これで、先生、即入院って言うけど、私も1月ね、予定が全部決まってるんですと。ちょっと、もう2月行っていただきません。じゃあ、1月はね、一番危険な月だったんですよ。正月でね、おせち料理でね、お餅食べたり、雑煮食べたり。だからね、ダメです。先生、いや、わかりました。なんとか。それで、2月に行ったんです。そしたら、 先生驚いたんです。え、こんなに下がっちゃったんですか。何やったんですか。別に悪いことしたわけじゃないんだけども、一生懸命節制して運動してね。そして、とにかく3ヶ月後にはほぼ平常値なんだよ。でも太田さん、これお薬飲んでての平常値だから<笑>じゃあ薬をねちょっとやめてみて、それで様子見ます。でも半年後にはもう薬も、だから今薬飲んでないです。 だから外なる人も大事です。私たちは健康管理、だから今も私扇町にあるジムに公設1ヶ月3000円ですからね、安いし。だから1回100円だからね。けれどもパウロはですね、パウロの 祈りはあなた方の内なる人を強める。外なる体も大事だけれども、しかし内なる人を強めてくださるように、これがパウロの祈り。それはパウロ自身もそうなんですよ。パウロ自身もここで獄中で本当に不自由な生活の中で生きていく、生活していく信仰を保っていくためには、パウロ自身の内なる人が強められなければ とてもじゃないけどもですね、やっていけない。有名な言葉、第二コリントの4章16節に、だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。 私たちの内なる人はなぜ大切なのか、それは私たちの内なる人は日々強められ、日々新たにされていくからであります。それはキリ、信仰によってあなた方の心のうちにキリストを住まわせ、あなた方は愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださり、内なる人。 で、次にパウロはですね、キリストの内住、キリストが私たちのうちに住んでくださる時に、私たちの内なる人はキリストの内住によって強められ、そしてキリストの愛をいただくことができるからであると言っているのであります。私たちの 外なる人は衰えていくんです。<笑>
しかし私は落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていく。まさにですね、本当に誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。見よ、すべてが新しくなる。だから私たちは霊的な意味で日々新たにされている、新しくされている、それが内なる人です。そしてまたあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解することができるように、パウロのうちにみなぎってくる喜び、それはキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さなんです。それは宇宙の広がりです。パウロは置かれたその狭い獄中の中にある小さな四角い窓から外を天を眺めるときに、それは無限大に広がる宇宙なんです。それはまさにキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さです。無限大です。それでパウロはそこでキリストの内住によって日々新たにされて、そこから信仰、確信、そして書簡、手紙となって、今日なお私たちはですね、聖書としてパウロの獄中書簡を今もなお私たちは読んで、そして御言葉によって励まされるのであります。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるか、私たちはですね、この限られた人間の理解の中で決してですね、それをですね、このこれだけのものだとはしていけないんですね。人の知識をはるかに超えるこの愛があります。ですからそれは人知をはるかに超える神の愛なんです。そしてついには神の満ち溢れる豊かさの全てに預かり、それによって満たされるように、これがパウロの信仰であり、またこれがパウロの伝道者の姿であります。ですからパウロはその中、その獄中の中でこの手紙を書いたんですけども、その溢れる恵み、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さは時代を超え、人種を超え、そして今も私たち一人一人の中に注がれる恵みであります。そして今もなお多くの人がこのパウロ書簡を通して慰め、励まし、力を与えられ、そして内なる人が強められてきたのであります。それでこの今年の標語の20節に行くわけです。私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすること全てをはるかに超えて叶えることのできる方、私たちはこのお方に祈るのであります。ですから私たちはですね、今直近というんでしょうか、私たちの一つの大きな戦いはニューヨークスタッフバンドを迎えてのコンサートで連合集会です。しかしそれをですね、決して自分の視野で、自分の思いや考えでこのを決めてしまわないように、キリストの愛はですね、本当にこの広さ、長さ、高さ、深さ、宇宙大の広さに広がるほどのキリストの愛が満ち満ち溢れている。私たちはその方にまず、私は御父の前にひざまずいて祈っていかなきゃならない。そして神様がこのご計画をしてください。神様がそれを成してください。私は、私たちの成すことはその御父の前にひざまずいて祈ることであります。そして人知をはるかに超えた神の御手が働くときに、私たちの思いにはるかに超えた恵みが備えられており、そして私たちは本当にニューヨークスターバンドを迎えての
コンサート連合集会が祝福に満たされるという経験をするんであります。私はそこへ向かっていくんです。必ず神様はですね、祝福を与えてくださいます。必ず神様は多くの人にその楽の音色を通して慰め、励まし、力を与え、そして強めてくださいます。その恵みに預かるのでございます。これから祈っていきます。そして祈っていく中で示されます。そして確信が与えられます。力が与えられます。神様は必ず成してくださる。まさにそれが神にはできるということでございます。それを信じていきたいと思います。それでは